フレットがでもしっかりしてる。あ、これあのスレースに変えたんですよ。あ、それで、はい、高いと思うんですよ結構、はい、あ、ハンマリングとかプリングの音がはっきりくっきり出るんで、あ、でも全然、あ、でも3弦結構致命的な、ここら辺がちょっとやばい今。え、僕のもね結構低いですよ今。今過去一で低いぐらいです。おお、これタバコの跡ですか、ここ。違います、違います。これ違います、違いますか。ギタースタンドに、あ、ギター風かけ用のやつにかけてたら塗装がついちゃった。タバコというとことにしておきましょう。きつそうですね。3ミリしか取れましたよ。めっちゃ低いか。でもちょっと高いですね。でも高め。僕はすごい多分低くしちゃってるんで高いんですけど。あ、そう。でもなんかあんまり違和感感じないな。フレットが高いからなんか。フレット高くしつつもうすり合わせてですね。フレットをもう真っ平らに削ってもらって。多分1、2、3フレットとほぼ同じ感覚でこのハイフレットいけるようにしてもらって、これがいいんですよね、本当に。いやー、まあね、やっぱり長時間弾くときに疲れたくないんで、そうですね、1時間とかやっぱレッスンとかね、そういろいろやってると弾くんで、高すぎると多分故障しますね。いや、いい。こっちの方がなんか音硬いですね。フレットがステンレスだからかな。あと、多分まあ原稿をやっぱり弾くすぎなんで、はいはい、多分あのフレットに当たってと思うんですよね。でもこっちの方がやっぱトミーに近い感じが。いや、でもこっちの方がとか言ってちょっと丸いですよね、音。丸いです、丸いです、うんうん、柔らかいですね。柔らかいですよ。優しいです、すごく。そういう次にはこんぐらいガッツリ来てほしいですよ。いや、でもこれもいいですね、柔らかくてなんかバラードを弾きたくなる感じ。バラードでいけますね。そうですよね、うん、でもやっぱりカッターウェイじゃノンカッターウェイ違う気がするんです。いや、違う気がしますね、やっぱりね。なんか同じですよって言うんですけど、うん、皆さん何か違う気がする、ね、めちゃめちゃいい音ですよ。一弦がやっぱり太い気がする。やっぱりこれ太いですよね。これ太いと思います、すごく。あ、でも全然なんか木材もね、色ももちろん違うし、やっぱ切って重心一本一本結構違うと思うんで、うん、なんかそう思うとやっぱ同じ、ほぼ同じ個体だとしてもやっぱ全然違うんだなっていう。このシールすごい剥がしたくなりませんか、これ。でも僕気づかなかったんですよ、ずっと。あ、え、これしばらく言われしてから言われて気づいて、はい、あ、これ剥がすやつなんだと思って。そう、ええ、まあでもせっかくだからもういいやと思って。はい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 。さすが、もう速攻剥がしましたけど、もう、もうね、もうそういうの剥がしたくない。もうね、僕こういうのとかも、なんか傷とかもちょこちょこあるけど、全然僕気にしないタイプです、ね。ああ、なるほど。もう僕も傷そんな気にしないですけど、シールがちょっと気になっちゃった。あ、そうですか。全然全然。あ、でもいいな、なんか。なるほど。フレットも張り替えたりしたんですか。いや、すり合わせはしてますけどね。なるほど。だいぶだからちょっと減ってる運動はあるんで、うん、そうですね、ちょっと低めに、ね、なりつつ。おお、結構違うね、やっぱり面白いですね。違いますね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。生音すごいちっちゃいじゃないですか、やっぱこれも、はいはいはい、もうガンガン下げしてんで、うん、なのでもうあの繋がないと、そうですね、もう結構厳しいっていう。でも結構ハイがきついの、なんか処理が大変で、あ、きつくなっちゃうので気をつけないと。なんかいいな、アバードいいなって思ったこのハイのこの成分がガンっていくといきなりきつくなって、はいはい、ああ、あるね、でもそれ、うん、ちょっとそこはね、やっぱ手元でこうね、調整して。あ、マイクないですか。
ありますよ。マイクを向き変えてて後ろにしてるんです。え、その理由は？これはですね、なんかこっちの方が弦のバランスがなんか各弦良さそうな気がするって、でリペアさんに言われて、あ、そうなんですか。これ勝手にされてなんか、あ、そうなんですか。はい。こっちの方がいいっすよみたいな。わかんないですけどね。多分中にしまった方がボディの音結構よく出るんじゃないですかね。そうなんですね。今結構ね、見えてね、そう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 。そうなんだ。なんかそれ、あのいじくれるじゃないですか、こうレバーで、ね。いじくれますね。はい、なんかこっちにしてくれてます、ね。僕は怖いんでいじくってないですけどね。なんか自分じゃね、ちょっと怖いですよ。怖い、なんか変なことないそうで。しかも、弦張り替えの時じゃないと、こうチャンスがあまりないから、鳴らしながら微調整がなんかね、できないってしにくいから。ちょっとこれ繋いでみます、ね、あ、よかったら。はい。じゃあ、ちょっとよかったら雷。雷で行ってみます。はい、ぜひ。雷音柔らかくなるから、なんか。もしかしたらちょうどいいのかも。あ、なるほど。ハマってきたのの一つに、うん、ピアノ並みの伴奏力が欲しいと思ったんですよね。あ、わかりますね。なので、はい、伴奏力鍛えるにはどうしたらいいかなっていうので、はいはい、いろんなアイディアとか、なんかリズムの作り方をちょっとトミー、はいはい、かっこいいなと思って。ああ、なるほど。そこから取り入れたいなという。トミー伴奏めっちゃうまいですもんね。うまいですね。すごい、それこそね。ピアノっぽいのかな。ギターっぽくはないですね、伴奏が。そう、あのシンプルにストロークしてる時とかもちょっとなんか弾き際がね、すごくかっこよくて、あのね、あのデュオとかね、あのやばいっすコラボ系のやつとかも、セッション能力の高さがね、やっぱりすごいですね。フィンガー系でやるとなるとね、多分そのいろんなリズムクリエイトできるんで、うん、まあ、そういう意味ではすごい伴奏力鍛えられるなっていう。確かにピアノぐらいの、ね、まあ、できると全然違いますよね、やっぱり伴奏は。そうですね、うん、そこからもうなんか自分一人でもう生きてみたいな、なんかそういうね、はいはいはい、感じに、ね、なってくるんですよね。うんうんうん、だピアノみたいだなっていうのは。確かにね。ギターの伴奏だと大体もうストロークかアルペジオかに分かれちゃいますもんね。そうですね。うん、でプラスなんかメロディーとかなんかね、うん、やろうとなるともう完全にトミーの、うんうん、ちょっとパクろうみたいな。パクりたい。いや、トミーはやっぱ素晴らしいですよ。抑揚もグルーヴも。そうですよね、うん、センスもね、フレーズの、うんうん、まあ、今日は僕らそこ目指すということでちょっと高いな。で、あの、ごめんなさい。で、この雷ケーブル、はいはい、どうですか。柔らかい、優しいです、やっぱり。はいはいはい。ずっとね、デイビッドをね、使ってたんですけども、アコースティックらしい優しい音でバランスいいと思いました、うんうん、あと上品。あ、そうですね、うん、上品っていうのは結構しっくりくるかもしれないですね。雷高音源がなんか丸みがなくて尖ってなくて、うんうん、多分メロディーもねすごくこうくっきり柔らかくスムースに出るシルクの感じですかね。わかんないですけど。なるほどなるほど。そんな感じがあって、でデイビッドはいつも忘れちゃうんですよね。デイビッドいいと思います。デイビッドはなんかもうアメリカンな感じで、あ、なんだろう、ガーンって分かる分かる暗いみたいな。アメリカと日本の違いみたいなあるかもしれないですね。ね、雷日本だから。そうですよね、うん、国産
日本なんていうんですか、国民性が出てるのかもしれないな、うん、なんかどこかすごいとかじゃなくて普通がすごいみたいな。そうそう、確かになんかあのか、うんうん、ね、ありますよね、うん、分かる。アメリカっぽいっていうのは分かりますね。アメリカ、まあアメリカなのか分かんないですけどマジですか。実は分かんないですけど、まあ、多分デイビッドだからアメリカでしょう。ああ、なるほど。まあでもなんか海外っぽいな、日本じゃないな。日本じゃないです。で、じゃあちょっと撮ってみますか。お、行きますか。はい、わかりました。僕じゃあこのシルクのやつを。じゃあこちらも、じゃあすいません、じゃあ僕らアメリカの方で。先生止められたのに飲んでます。ダメです絶対ダメですもうそのだってウイスキーロックってダメですよ
しかもいつもスキッパー何も食べずに飲んでますから、ね、それダメダメダメ。だ肝臓とか大丈夫なんですか。いや、めちゃめちゃ数値はね、健康ですよ。あ、そうなんですか。健康です。あ、ちゃんとでも、あの、健康診断行かれて行ってますよ。前は行きましたよ、2年ぐらい前ですけど。あ、本当ですか。あ、行って、まあ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 大丈夫です。本当ですか、大丈夫ですか。でも、注意したよ。もちろん、いや、普段ね、僕結構でも気遣ってますよ、あの、体に。あ、体に、健康、健康すごい気遣うんで。あ、うん、これ、あの、そうそう、僕毎日これ飲んでるわけじゃないですからね。いや、そっかそっか。あ、よくて。ネタでね。ならよかった。僕毎日これ飲んでないですから。ちょっと僕もあの、いただいたんですよ、これ。いただいたんですけども、あの、ちょっと僕、あれなんです。もう、ビールの致死量こんくらいなんですよ。こんくらい。死ぬ。あの、なので、ちょっとあの、ご遠慮させていただいて、後でいただきます。あ、そうですね。あの、死ぬかもしれないですけど。めちゃくちゃ薄めて、なんか、はい、ハイボールかなんかにして。いただきます。お酒自体は好きなんですよね。あ、よかった。料理に。あ、はい。はいはい、そうなんですけど、これ単品でちょっときついですね、これね。そうですなんかもう日本って日本人っすかみたいな感じの、ロシアの方かなみたいな。でも昔から憧れてて、ロシアの人飲むじゃないですか、普通にポケットから出して。はい、これ出てきますよね。あれを僕中学生の時に憧れてたんですよ。中学生の時に真似してあったんで、家にこういうの、はいはい、いっぱいあったんで真似して飲んでみたら超まずくて、よくこんなんみんな飲めるなと思ってたら、はいはい、いけるようになりました、大人だった。本当ですか。いや、でも確かにかっこいいですけどね、マーシャルの上とかに置いときたいですけど、うん、ちょっとね、かっこよくはない気がしますけどね。でもお酒はね、ダメですよ。お酒は20歳になってからね。ウイスキーは30過ぎてからですね。あ、そうなんですか。いや、わかんないですけどね。いやいや、ありがとうございます。おー、めちゃめちゃいいんじゃないですか。やってる方はね、楽しい。